はい、それでは本日はですね、2019年度になりますね、の一発合格者の千田直樹さんをお招きしまして、合格者の方との対談ということでお届けしたいと思っています。まずは、早速なんですけれども、千田さん、弁理士を目指したきっかけというのがありましたら、教えていただけますか。私はメーカーの知的財産部で、長く仕事をしていまして、特許関係の仕事を主にしていました。その中で弁理士の方や海外の、弁護士、特許弁護士や弁理士の方とお付き合いをすることがありまして、そういった仕事の上での付き合いを通しまして、私自身も資格を取りたいという思いが芽生えまして、今回、挑戦しました。なるほど。やっぱりその目指したきっかけっていうのも人それぞれでなかなか面白みがありますけれども、そういった中で、弁理士を目指そうということが決まりまして、いろんな受験期間であったりとか、勉強の仕方とかっていうのがあった中で、このレック東京リーガルマインドを選んでいただいた理由っていうのは何かありますか。やはり一つは実績なんですけども、インターネットなどを通しましていろいろ調べまして、レックが一番実績がありそうだというふうに考えたこと、またあとは私やはり知財部にいますので、いろんなこれまで受けた方、弁理士試験を受けた方、受かった方、いろんな方から、レックの、評判といいますか、を聞いていまして、それがとても良かったので、一回無料ガイダンスに足を運ぼうと思いまして、レックを選んだという結果です。ガイダンスは僕のガイダンスになりますかね。本当は今日の対談の、その質問内容にそれは入ってないんですけど、ガイダンスを受けてみて何か、その時の印象とかってありましたか。一番印象に残ったのは、勉強法にすごいこだわりを持っていらっしゃるというところがありまして、先生自身も持っていらっしゃいますし、無料ガイダンスにはその年に受かった方、合格された方もいらっしゃったんですけど、その方々もみんなやはり勉強法にはこだわりがありまして、そこがここについていけば、もう受かりそうだと、ちょっと思いまして、それでリックの名古屋駅前本校へ。そういうことだったんですね。いろんな受験期間、の中でその中で使っているテキストだったり、それをどうやって活かしていくのかってやり方の部分ですけれども、その部分が例えば、必ず、合格に、つながっているっていうような、保証のあるようなものっていうのだとすると、それに出会うか出会わないかっていうのが結構大事だと思いますけど、レックのこの無料ガイダンスを通してそういった、手応えというか、きっとこれをやっていけば自分も、合格短期で、合格できるんだなって手応えがあったということですね。ありがとうございます。そういった流れの中でレックを選んでいただいたんですけれども、主に受講したコースや、その感想について聞かせていただけますか。主に受講したコースですと、1年合格ベーシックコースというのを受けまして、1年間を通して、担当の基礎であったり、論文で、求められる、知識であったり書き方というのを、学ぶコースを受けました。その感想ですけども、一つは先生結構趣旨を、条文の趣旨を大切にされていて、やはりその条文だけを覚えるっていうなるとちょっとそれはなかなか習得ができないんですけども、その裏にある趣旨を大切にされている講義だったので、とてもすごい理解しやすくて習得が、簡単にすんなりいけたっていうところがありました。もう一つは授業後に講義後に気軽に先生に質問できるというところがとても良くて、特に私は内容についてはもうなるべく講義中に、しっかり身につけようというふうに考えていたんですけども、特に勉強方法のところで、1年を通してどうやって勉強方法、どうやって勉強していけばいいかというところは常に考えないと、考えてましたので、その部分を質問することができて、その時々というか、その時にこの勉強をしていればいいんだなっていうところを、毎回確認することができまして、それが1年合格ベースコースを受けたことでとても良かったという感想がございます。もうその1年合格ベーシックコースの特徴でもあり、またその僕自身が持っているという意味での高橋クラスの特徴でもあったように思いますけれども、やっぱりそのいろんな条文、いろんな規定がある中で、その最初のうちは特にですけど、その条文が無機質なものというか、単純にこれ暗記してねと言われただけでは到底暗記できないような量であったり、難易度であったりっていうのがある中で、極力理解をする、理解をすれば暗記しなくてもよくなるからというところが、特徴点の一つですよね。ちなみに今はそういった意味で1年合格ベーシックコースのお話いただいたんですけれども、やはり
僕と仙台さんのこう二人三脚のような一発合格を目指す上での、まあ、その道のりの中で、はい、この1年合格ベーシックコースはどちらかというと、まあ、論文試験対策も中には入っているんですけれども、例えば、まあ、やっぱり1次試験合格しないと2次試験にコマを、ね、進めることさえできないのでということで、はい、どちらかというと担当対策に重きを置いた講座になっていると思うんですね、はい、でその中で、まあ、論文試験対策をより突っ込んだ形で、はい、本当に1年目からなんて言うんでしょう、受かったらいいなっていうんじゃなくて、はい、もう受からざるを得ないぐらいの、はい、まあ、正確な確率を、はい、目指していくっていうことを考えた時には、はい、あの論文フォーマットゼミっていうですね、名古屋の私のオリジナル講座になるんですけど、はい、それを仙台さんにも受けていただきましたが、はい、その論文フォーマットゼミの感想とかっていうのは何かありますか？はい、あの担当ですと、うん、あのやはり、まあ、担当は基本的には丸×を答えるという、うん、あの試験ですので、はい、まあ、その回答に至るまでの過程というのは、うん、あまりそこは間違っていてもあの、まあ、回答はうまくいくということはあるんですけども、はい、結果的にそうですね、結果的には、はい、ただ論文ではそれが、まあ、ごまかしが効かないところがありまして、うん、まあ、しっかりその過程の部分も、結論に至る過程の部分もしっかり書かないといけない部分があり、はい、まあ、まずあると思うんですけども、はい、まあ、そこでしっかり書くといっても書き方を知らないときには、うん、はい、まあ、例えば余計なことを書いてしまって、うん、まあ、時間切れになってしまうということも、はい、まあ、考えられます、まあ、その中で論文フォーマットゼミは、うん、そのまあ、フォーマットというのはその書き方というか、はい、その型の部分だと思うんですけども、まあ、その型の部分をもう本当に懇切丁寧に、うん、あの教えていただきまして、はい、まあ、そのコンセプトを理解して、そのフォーマットのコンセプトを理解して、うん、お記載すれば、うん、本当に論文試験で、うん、本試験でスラスラと書けるっていう条件まで持っていける、はい、そこがあのいいところだと考えています。はい、まあ、点数がやはりつかないといけませんので、うん、はい、そのキーワードというのも、うん、まあ、その各問題に対するキーワードというのも非常に重要ですので、うん、はい、そのキーワードを漏らさず、はい、かつ理路整然と書ける、うん、まあ、そのフォーマットを習得できるというので、うん、とても、まあ、有意義な講義だったと思います。はい、ありがとうございます。本当に論文と考えますと、担当は単に、まあ、マークシートに丸か×かと印を打って、ね、はい、まあ、最悪実際には丸×分かってなかったんだけど、はい、まあ、言ってみれば、まあ、50% の確率ですね、丸×が分かるということなので、まあ、とりあえず、まあ、丸にしとこうかみたいな感じで解くことができますけど、論文の場合は、まあ、差し止めることができるかという問題に対して、はい、差し止めることができるという結論だけ書いても、ね、点数がつかないので、まあ、どういう項目をどういう順番でどういうキーワードを使って、まあ、その文章を説明していくのかというのを大事にしていかないといけないということがありまして、まあ、論文フォーマットゼミではそれをね、まあ、ちょっとだけ概要を言いますと、まあ、例えば今日は侵害権の問題をやりましょうと。で、まあ、多くの答練では1問しかね、はい、まあ、問題を解かないということがありますけど、まあ、侵害権の問題を3問4問5問ぐらい類問を集めてきて、1問目では全くわからないけれども、1問目の解説の時に大体侵害権の問題の時はね、侵害の定義を書いて、その後に解き集めか否かの検討をして、その後に行としての実施化の検討をして、その後に正当権限を検討して、最後に侵害の結論を出すんだよみたいな、ざっくりとしたこう流れがあるわけですよね。でその流れをまずは作って、どういう項目をどういう順番に流すのかっていう部分を作っておいて、さらにその2ステップ目までできてから、各認定のところで侵害の定義ではこういうキーワードを書いてください、解き集めか否かの件の時にはこういう主語を立てて、こういう比較対象を持ってきて、文章を書いてくださいといった具体的なステップを踏んでやっていきますので、1問目では全くわからなかった問題も2問目はちょっと項目が書けるようになったり、3問目になってくるとさらにっていう感じでね、無理なく成長過程ステップを踏めるような講座になっていますが、もう仙台さんはまさにね、その1年コースからなかなか論文フォーマットも一緒にっていうのは難しかったと思うんですけども、基本的に上位にね常に、食い込んでいただいて、はい、だいたい論文フォーマットで上位の方は、まあ、その年にね論文試験も含めて合格できるっていうのが、まさにそれを体現していただいたような感じでしたよね。ちなみにその今出てきました1年合格ベーシックコースとその論文フォーマットゼミとか、はい、まあ、僕の講座っていうのは基本的に質問で誰かに当てたりとかして、そうです、ね、回答していただくっていうのをね求められるものなんですけれども、はい、講座スタイルなんですけれども、その質問で当てられるっていうことに対する、はい、まあ、その時に感じてた感想みたいなものって、はい、何かありますか？私はこれが通学コースの一番の、うんうん、メリットだと思っていまして、はい、やはり当てられて、まあ、答えられないと、うん、まあ、やはりちょっと恥ずかしいと思いしまして、はい、うん、まあ、そこからやはり今度はもう絶対に間違いないという、うん、ことを考えまして、はい、まあ、復習を道にやると、
うん、まあ、そうすると次は時色になりますし、うんうんうん、まあ、本試験でも仮にそれが出た場合には時色になるということがあります、はい、また仮に答えられたとしても、うん、まあ、それはやはり自分の勉強がその部分では間違っていないという自信になりますし、うんうん、はい、まあ、その自信を持ってまあ本試験に臨めるということになりますので、うん、はい、やはり当てられるということはとても重要なことだと思っていますね、はい、僕自身もやっぱり受験生時代が当然あったわけで、まあ、その落ちがちなパターンの一つとして、まあ、多くの受験生にとってそのアウトプットの機会というのが非常に少ないと思うんですよね、はい、でなんでこうなるのかっていうのはいろんな理由があると思うんですけど、その一つにアウトプットするまでっていうのはある意味で言うとすごく守られた状態で、まあ、言ってみれば自分のこうなんて言うんでしょうかね、メンタルとか、まあ、何かその安全な状態っていうのが害されるまあリスクがまあ、なかなかないと、はい、まあ、要するに誰かに当てられて答えなきゃいけないとか、問題を解いて解かなきゃいけないってことがあると、嫌がおうでも自分がそれはできるのかできないのかっていうのが浮き彫りになっちゃいますよね、うん、なので多くの受験生の中で例えばテキストを読んでるだけ、先生の話を聞いてるだけっていうパターンになりがちなんですけれども、まあ、質問で当てられたことによって、あ、自分ここうまく言えると思ってたんだけど言えないんだとかっていうのが分かるだけでも、まあ、それをね、対策打てばいいんだっていう次のステップにね、進んでいくきっかけになりますんで、いいですよね。はい、次にですね、まあ、今もちょっと概要の中で触れてた部分はあったとは思うんですけれども、はい、各試験ごとにですね、はい、対策で気をつけたこととして、まずはその担当試験対策で気をつけたこと、はい、印象的だったことっていうのがもしありましたら、はい、教えていただけますか。担当はやはり求められる知識量がもう膨大ですので、うん、はい、やはりそれを直前になって、うん、一気に習得できるかというと、うん、それはやはり無理なところがありますので、うん、はい、やはり1年コースを通して、うん、じっくり学んでいくんですけども、うん、まあ、その時々 の, やはり復習はしっかりしないと、うん、まあ、洋復習ですけども、はい、特に復習をしっかりして、うん、そこでもう身につけないといけないところはしっかり身につけて、はい、それをだんだんと積み重ねていく、うん、まあ、それがやはり一番重要だと考えています、はい、なるほど。ですね、担当なんですけど、先ほど家庭のところはあまり、うん、間違っていても、うん、まあ、合ってしまうことはあるというふうには申し上げたんですけども、はい、やはりその質問あ 回答に至るまでの質問のところはやはり重要な、はい、家庭は重要だというふうに考えていまして、はい、まあ、それはなぜかというと、うん、やはり過去問そのままの問題が出てくるというのはなかなかないですので、はい、まあ、それに対するちゃんと対処するためには、はい、新規な問題に対処するためにはやはりその考え方のところをしっかり身につけていかないと新規な問題に対処できないということがありますので、はい、うん、担当でもやはりその過程のところはとても重要だと考えていました、うん、なるほどですね、はい、高橋先生の授業では本当に答練であったり、うん、そういったところで回答までの、うん、過程のところをしっかり意識した授業でしたので、はい、それをしっかり、まあ、自分に何習得して、うん、まあ、自宅での過去問を解くときであったり、はい、うん、まあ、そういうときに実践をするというのが、はい、とても重要だと考えていました。いいですね。いろんなもう今情報が出てきましたけれども、最後にね、今触れていただいた部分で、まあ、その担当試験は論文のように、まあ、その検討過程を書く必要はないものの、まあ、そのやっぱり正確な、まあ、判断、うん、そしてその正確な判断過程を通してしか、まあ、正確な本当は丸罰という結論が出ないということを考えると、論文の答案のように答案用紙に書かないだけで、頭の中ではその、検討過程というのを考えて思い描かないといけないというのは、まあ、共通だと思うんですよね。その中で、まあ、やっぱりその例えば特許法の29条の2の問題だったら、まあ、誤要件とかね、例えば自分で分けた要件を分節して、その要件ごとに検討して結論を導くってことをやれてる人がいても、例えば何かのパンフレットにも書いたことありますけれども、はい、刺身包丁は著作物になるかならないかみたいなそういう問題出た時にはなぜかいきなりもううわっとなんか舞い上がってしまって、あ、なんかアドバンステキストに著作物になるとかならないとか書いてあった気がするとかっていう、もう法律家になっていく人間がやる方法ではないんですけれども、その担当アドバンステキストに書いてあったか書いてなかったかみたいな、そういうところで解いてしまうというところがあると思うんですけど、私の講座ではね、まあ、まずは問いを抽出しましょうと。刺身包丁は著作物になるならないという問題は著作物になるかならないかというのが問いだから、著作物の成立要件を聞かれているに等しいですよと。著作物のじゃあ成立要件って何ですかと言ったら、思想または感情を創作的に表現したもので文芸等の範囲に属するもの
ものですよっていうね、この4要件からなってますと。じゃあその写真包丁がこの4要件を満たすかどうかを検討することでしか解けないんだけれども、アドバンステキストみたいになっちゃうと。実際には写真包丁だって思想または感情を創作的に表現しうるんだけど、まあ、どちらかというと工業所有権法のね、衣装法との保護対象で重複しないようにってね、まあ、インダストリアデザイン、工業製品のデザインと重複しないようにということで入っている、まあ、文芸等の範囲に属するものであることっていう、この4要件目を満たさないから写真包丁は著作物にならないっていうふうなね結論になるんですけど、まあ、そこのステップをね、しっかりと担当試験の時から踏んでたとイメージしながらということですよね、はい、ありがとうございます。では続いてですね、論文試験対策、こちらで気をつけたことって何かございますか？そうですね、あの実体的な面は本当にもう論文フォーマット全部の、うん、まあ、受けること、うん、まあ、それの復習をしっかりすること、はい、うん、まあ、あとはあのテストでずっと常にあの準備すること、うん、まあ、これがあの重要で、もうそれだけなんですけども、はい、私個人的にはあの一番重要だと思ってるのは、うん、そのタイミング、うんうん、いつ論文を勉強するかっていうのが重要だと考えていまして、はい、あの特にあの一発1年で合格することを目指すのであれば、はい、どうしてもやはり担当があの、うん、まあまあ、知識量、求められる知識量が膨大ですので、はい、そちらにどうしても時間をかけがちにな、まあ、かけるしかない状況になってしまう、はい、物量がね、物量がやはり必然的にかかってしまうものがありますよね、はい、そうですね、はい、ただその中でもやはり論文もしっかりあのやっておかないと、うん、あの担当は受かっても論文で落ちてしまうことが起きますので、はい、そうですね、そのタイミングはあのすごいあのとても重要視していました、うん、特にあの秋、まあ、あの勉強を始めて秋、はい、まあ10月ぐらいはね、そうですね、はい、担当をやはりあの中心にやっていくんですけど、うん、まあ、その中でやはりあのロームフォーマットのテストであったり、はい、まあ、その準備だけは怠らないということをしていまして、うん、まあ、その後、まあ、直前、あ、冬はあのもう本当に担当一本で頑張るんですけども、うん、はい、そこからあの3月からあの、うん、本当に担当の直前期、はい、そうですね、5月までは、うん、まあ、担当はするんですけども、うん、あのやはり論文の勉強もおろそかにしないっていうふうにしまして、うん、はい、担当試験後に直後にあるあの論文試験にも、うん、あの対応できる、そういったふうにあのタイミングについてはあのとても気をつけてますね、はいはい、あのやっぱりその1年コースで例えば5月ぐらいからですね勉強開始して来年の担当本試験突破を目指す5月ですね、これも、その1年間の中で、まあ、いつ担当の勉強していつ論文の勉強するのかってことなんですけど、いきなり論文の勉強を始めてもちょっと早すぎるとも言えるし、じゃあ年明けてから論文の勉強を始めるかというとちょっともうあの追いつけないぐらい遅いっていう見方もあって、まあ、僕の論文フォーマット講座ではゼミではまあ10月ぐらいからね、その年の5月に勉強開始して10月ぐらいから、まあ、ある程度担当の知識も少しついてきたタイミングで論文の勉強もあの、ね、深掘りしていきたいですよねっていうようなところで10月ぐらいから着手して、10月、11月、12月この次に1期、1月、2月、3月のタイミングで2期で、余力がある方は、ね、もう本当に直前期の担当試験直前期のところで、まあ、3期っていうような、ね、感じで、まあ、担当試験対策と同時に論文試験対策もやっていくっていうところもありまして、もう担当試験突破した後に論文の勉強回数っていうのはその究極的な、ね、まあね、放置の仕方だとは思うんですけど、それだとちょっともうね何ともしがたいところがありますよね、物量的な部分で、はい、タイミングの部分ですよね。ちなみにあの仙台さんは、はい、まあ、今年一発合格をされたわけなんですけれども、はいはい、まあ、その中でさらにね、はい、担当論文、まあ、口述と、はい、これ3つ連続ストレートでいくってだけでも大変なことなんですけど、はい、まあ、二次試験の論文試験において、はい、まあ、その後に選択科目試験も控えていると思うんですが、はい、その選択科目も受けられたわけですよね、はい、こちらの、はい、まあ、受験をした感想だったり対策っていうのをちょっと聞かせていただけますか。はい、はい、本当にあの正直に申し上げて、うん、あの選択科目は本当に面白かった、うん、おお面白かった勉強が面白かったです、うんうん、あの私はあの理系なんですけど、はい、まあ、その理系の科目複数の科目の中で、うん、まあ、一つあの私があまりこれまでやってこなかった分野の、はい、あの科目をちょっと選択しまして、うんうん、まあ、そうするとやはりあのやっぱりあの知的好奇心をちょっとくすぐられると、うん、はい、まあ、これをやってて楽しいなって思う、まあ、科目を選んだんですけども、うんうんうん、まあ、そういう、まあ、面白かったっていう感想が、はい、ちなみに科目は何だったんでしたっけ。情報理論、情報理論で、はい、はい、そうですね、うんうん、私あの化学なんですけども、はい、あの元々の専門は、はい、でも情報理論を選んで、うんうんうん、まあ、面白かったっていうところがありました、うんうん、ただあの注意しないといけないのは、はい、私の場合はそういうあの面白い科目を選んだので、うんうん、あの1年間やっていけたんですけども、はい、まず最初に何を選択するかっていうのがやはり重要だと思いまして、うん、そうですよね、まあ、その、まあテキストなりいろんな科目を見て、うん、あの
これで1年間楽しくやっていけるかとか、なるほど、まあ、本当にやっていけるのかっていうところをまず選ぶっていうところが重要だと思います。まあ、その後は本当にもう選んだ後は、うん、あのもう結局担当とかあの他の試験と同じなんですけども、うん、やはり過去問をしっかりやるというところ、うん、あとあの、まあ、基本書のようなものが、うん、あのあの売られていますので、はい、まあ、それを1冊買ってしっかり熟読する、うん、まあ、その、 あの書籍に書いてある問題をしっかりとか、はい、まあ、そういったところを重点的にあのやりました。やはりあの選択科目もあのラッキーでね受かるものではないので、はい、しっかりと、はい、あの対策を打った上でということですよね。はい、まあ、その中で、まあ、気持ちの部分というか、はい、あの知的好奇心で、まあ、楽しみながら前向きに、ね、取り組めるようなものを選んだというところが、はい、ある意味もうその勝因だったということが言えるかもしれないですね。はい、じゃあ最後にですね、まあ、その高知県対策のところがまだ残ってますけれども、はい、高知県対策で気をつけたことっていうのはいかがだったでしょうか。はい、あのやはりあの高知試験もやっぱちょっと特殊な試験でして、うん、はい、あの論文までは本当にあの各、まあ、試験なんですけども、うん、高知はやはりあの相手がいまして、うん、それに対して口頭で話をするというところがありますので、うん、はい、そこの練習はやはりしっかりしないと、うん、まあ、その中でやはり一番重要なのは勉強仲間と一緒になって、はい、まあ、休日、私の場合は休日に、はい、あの勉強仲間と集まって、うん、まあ、その実際の高知試験のような形で、はい、あのまあ、面談形式で、はい、練習会をしたんですけども、うん、まあ、あとはその各会派、弁理士会の各会派の、うん、当日練習会、はい、何回も出まして、うん、まあ場数を踏む、うん、それが本当に一番重要なことだなと思いました。はい、なんか最初のうちは全然答えられなかったね、はい、ね、あのしてショックを受けるもんなんですけど、はい、まあ、意外に練習してると Q&A 形式でね、はい、はい、瞬発力みたいなものも養われて、ね、言えるようになってくるんですよ ね、 すね、はい、ありがとうございます。いよいよあのそういった感じで担当論文、まあ、選択科目を経て、まあ、当日とこういうのを今あの対策を具体的に聞いてきたんですけど、千田さんちなみにその勉強の中でスランプみたいなものってのはあったんですか。はい、なかったのか、うん、あったのか実はわからない。ああ、なるほど。まあ、あの幸せな形ですね。そうですね、はい、うん、本当にあのスランプを感じられるほど余裕はなかった、うん、ああ、そっちの方もね、はい、そうですね、うん、でただあの、まあ、スランプではないかもしれないんですけど、うん、あの授業中にやはり先ほどのように当てられることがあるんですけども、はい、うん、それに対して私ではない、当てられるというか、うん、あの質問を先生が投げかけたときに、うん、あの私ではない他の方が答えられたのに、はい、まあ、私は答え、まあ、答え自分が答えられなかったみたいな、あ、はい、という時が、うん、まあ、何回かあるんですけど、まあ、そういう時は自分 の、うん、あの勉強どっかでちょっと間違ってなるほど感じることはありました。多少の挫折感みたいな挫折感ですね、はいはい、まあ、小さい挫折感かもしれないですけど、そういう時は、ね、やはりそこの部分はちょっと勉強は足りてないというふうに考えまして、うん、はい、まあ、やはりもう復習をしっかりその部分をするということを心がけまして、うんうん、まあ、まあ、それがもしかしたらあのスランプを起こさなかったっていう原因なのかもしれないです、うん、その解けなかったっていうその挫折自体の方にフォーカスしてしまう方もいる中で、まあ、あのじゃあこの挫折を次は回避するためにはどういったことができるのか、復習なのかとかですかね、そっちの方にフォーカスできたっていうところが要因だったかもしれませんね。はい、じゃあ次にですね、仕事やまあ家庭とまあその勉強、まあ、両立しなきゃいけないっていうね、なんかもうまあある中でコツとか時間活用術とか、まあ、そういったことに関してちょっとあのメッセージいただけますか。はい、あの多分両立、まあ、こういった仕事や家庭の両立で一番重要なことは、うん、まあ、まず勉強を始めた段階で、うん、あのいつどこでどのように勉強するかっていうところが、うんうん、もう本当にそこ確定させる、はい、そこが重要かなと考えてまして、うん、あのまあ、いつっていうのは例えばあの朝何時に起きて、はい、ここから1時間勉強するとか、うん、まあ、あとは仕事が帰ってきて何時か、うん、何時から何時まで勉強する、はい、あと場所については家なのか店なのか、うん、まあ、そういったところをしっかり決めてしまうと、はい、でそこの時間と場所については何が何でも確保する、うん、まあ、それをもう本当に早い段階で決めることが重要だと思っていました、うん、はい、個人的にはあの私、はい、あのまあ、一人暮らしみたいな、はい、まあ、そこは時間は作りやすい、うん、まあ、状況ではあったんですけども、うん、過去 の、 あの、まあ、家庭を持っていらっしゃる方で、はい、一発合格されている方の、うん、まあ、合格体験を聞いていますと、はい、まあ、やはりあのそこが一番最初に早い段階でいつどこでどのように勉強するかというのを、うん、まあ、決めきった方がやはり、はい、まあ、両立されて一発合格されているのかなという印象
考えてます。確かに僕の講座のね、出身者の方で、まあ、短期合格者の方っていうのは大体そこを決められてる方が多いですよね。もう時間の天引きというか、まあ、家族が仮にあったとしても家庭があったとしても、まあ、この子からここの時間は絶対に勉強時間として確保する、なんか勉強できる時間があったらやるっていうふうにしておくと、ね、結構なんなでね、できなくなっちゃったりということありますけど、もう5時から6時までとか、例えば他にもね8時から9時までとか、どんな時間でもいいですけれども、そこはもう天引きして決めて確保してしまうっていうね、場所に関しても具体的にね、はい、カフェでやるんだ、コメダでやるんだとかですね、いろいろ好きな場所は違うでしょうけれども、それをやっとくっていうのがコツだったかもしれませんね。はい、ちなみに今一言で合格の決め手といっても、はい、なかなか質問としては難しいかもしれませんけど、はいはい、まあ、合格の決め手がもしあったとすれば、はい、これかなみたいな思うものって何かありますか？はい、やることやらないことを本当に明確に分けるというところですね。やることっていうのは勉強する、もう、まあ、勉強することっていうことと、はい、まあ、勉強しない、もうあえて捨てるものを明確にするっていうところが決め手だったと思います。それは自分で考えるのでは、まあ、基本的にはなくて、はい、やはり授業講義の中で先生は常に、はい、おっしゃっているところですので、はい、まあ、それを本当に真剣に、まあ、受け止めまして、はい、まあ、本当にその通りに実践するというところが、はい、もう合格の決め手だったと考えています。はいね、時折ちょっとこの収録している動画の中であんまりセンセーショナルなことは具体的には言わない方がいいかもしれませんけどね、なんか後半の方のあの条文はやらなくてもいいよとかね、なんかそういうちょっと今あえてぼかしましたけど、明確にそのね講義の中ではこれやらなくていいよみたいなね、言っちゃってますけれども、それをバッサリ切ることによって、まあ、なんかなかなかその一年に一度の試験でそんな切ってしまって、もしそこが出たらどうするんだとか、安全で行こうと思うと逆にやりがちなんですけど、よくね講座の中で言ってましたけど、薄まったカルピスのような対策になってしまって、結局知識っていうのはある臨界点を超えないと解ききれないっていうことがあるわけなんですけど、中途半端な状態で知識を振り積もらせても、まあ、そこでなんとなくの知識で、まあ、結局回答を正確に導き出すところまでいかないんですけどね、パターンもありますんで、もう潔く範囲を限定して、ただ範囲を限定するっていうことの本当の趣旨は、毎年出るような品質の高いテーマに関しては、節約した時間の分労力とかをそちらの方に集中的に投下するっていうのがね、その醍醐味ですから、そうですね、まあ、そういったところにフォーカスしていただけると絞り込みもね、他の方も含めて行いやすいんじゃないかっていうね、そういう感じですよね。はい、ではですね、さらに、今はもう合格をね、はい、掴み取って、今現在その合格してから思うこととかっていうのは何かありますか？本当にもう1年早かったなっていう印象がありまして、うん、まあ、本当にその本当に早かったっていう印象ですね。うん、はい、今思うのはやはり先生に先ほどおっしゃった通り、勉強するところ、しないところっていうのを丁寧に教えていただいたり、はい、やはりそういったところが合格の決め手だったので、本当に先生には感謝しております。あとは勉強仲間、やはり当連や模試でいい点を取れない時とかっていうのも、まあ、あったんですけども、はい、まあ、やはり励ましてくださる仲間がいまして、はい、勉強仲間に感謝の気持ちっていうのも今、考えているところです。はい、まあ、今その弁理試験合格して、今今年2019年12月のね今タイミングなんですけど、この収録しているタイミングっていうのはね、その中でまあこれからまあその実務収集とか始まって、まあ弁理士登録するとかしないとかっていうのもありますけど、今後の仙台さんの目標とかっていうのは何かありますか？はい、まあ、弁理士は受けたので、うん、知的財産に関する専門家が、はい、登録されて、まあ、なるわけなんですけど、はい、私は知的財産に限らず本当にいろんな他の分野の勉強も将来続けていきたいなと考えています。はい、やはりこれからの時代、そういった一つの分野だけではなくて、うん、まあ、他の分野の、まあ、なんですか、知識もある、はい、まあ、経験もある方っていうのが活躍しているというふうに考えていますので、うん、はい、まあ、他の分野の勉強っていうのも、はい、まあ、続けていきたいな、していきたいなと考えています。はい、なかなか一つの大きな目標を達成した後だと、はい、その次の目標にはなかなかすぐに行けないっていうのもある中で、もう次を見据えてるっていうね、さすがですね。はい、ありがとうございます。はい、先ほどもお伝えしたように、今は2019年の12月というタイミングなので、まあ、例えば来年のですね、はい、2020年の5月に担当試験をまさに受けるためにね、はい、勉強している方や、もっと言うと2020年の5月から例えばレクの1年合格ベーシックコースを受講し始めて、はい、2021年の担当試験目指される方、うん、いろんな方がこれを今動画でね視聴されている方がいらっしゃると思うんですけど、はい、そういった更新の方へですね、はい、メッセージをいただけたらと思うんですが、はい、そうですね、はい、1年っていうのは
まあ、やはり長い期間で、うん、はい、まあ、その中であのずっと弁理士試験の勉強のためにその時間を過ごしていくということになるんですけれども、はい、まあ、その勉強する過程っていうのはやはりとても、うん、あの今後の人生で役に立っていくというのを私は考えてますので、うん、あのまあ、1年本当にその基礎に没頭するっていう経験は本当に重要なあのことになると思いますので、うん、はい、これからあの弁理士試験を目指そうと考えている方は、うん、はい、ぜひあの、まあ、ガイダンスなどに、うん、レックのガイダンスなどに来ていただいて、はい、うん、まあ、そのそういったあの、まあ、何ですかね、あの取り組み方であったりとかね、はい、あの、まあ、触れていただくっていうのを、うん、あのしていただければと考えています、うん、はい、またあの現在あの勉強中の方については、うん、はい、あのこの、経験っていうのは本当に、うん、あの今後の人生において糧になっていくと考えていますので、うん、はい、まあ、先生についていって頑張っていただきたいなと思います、うん、ですね、あのへこたれそうになる時もありますから諦めずね、最後まで合格をつかみ取っていただきたいですね。はい、ということで今日はいくつかのトピックスに分けて、はい、あの先生さんに質問させていただきましたけれども、これを視聴している皆様におかれまして、この何か一つでもね、ご自身 の, あの勉強プランであったり、具体的な取り組み方に生かしていただけるところがあればというふうに思います。本日は先生さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。